オーケストラの中でひときわ存在感を放っている。演奏中に何やら慌ただしい様子の緑色のドレスを着た少女。実は演奏中に弦が2回切れ、楽団員と楽器を交換して何とか演奏を続けた際の一部の映像です。この時の様子はタングルウッドの奇跡と言われ、アメリカの小学校の教科書にも掲載されたほどです。少女はユダヤ系アメリカ人である世界有数の指揮者、レナード・バーンスタインの指揮のもと、タングルウッド音楽祭でバイオリンを演奏し、とある大きなトラブルに見舞われ、一躍有名になったのでした。タングルウッド音楽祭とは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州で1937年8月に誕生し、毎年6月から9月に開催されている歴史のあるフェスティバルです。音楽祭の開催期間中は、クラシックやジャズを愛する35万人に上る観客が世界中から集まってくるのだといいます。この名誉ある伝統な舞台に弱冠14歳で立ち、歴史に残ると言われた演奏を披露したのは、今や日本が代表するバイオリニスト後藤みどりさんです。彼女はプロのバイオリニストであった母親を持ち、幼少期に祖母から16分の1サイズの小さなバイオリンを贈られたことをきっかけに、母親の指導のもと3歳の頃から本格的にバイオリンを習得するようになり、英才教育のもと3歳半より楽譜を含む徹底した指導が始まりました。6歳を迎え初めてステージに立ち、難曲であるニコロ・パガニーニのカプリースを堂々と演奏したのでした。1980年アメリカのニューヨークに本部を置く世界屈指の音楽大学ジュリアード音楽院で教鞭を取るドロシー・ディレリ教授へとデモテープを送り、弱冠8歳で入学オーディションにこぎつけた異色の経歴を持ちます。見事合格を勝ち取った彼女は、周囲からの反対を押し切る形で母の勧めにより渡米し、ディレイ教授の下でバイオリンを学びながら着実にプロへの道へと進んでいきます。渡米して3年が経ち、11歳でニューヨークフィルハーモニックオーケストラと共演、アメリカでのデビューを飾った後藤さんのニュースは、日本人の天才少女がデビューという見出しでアメリカで話題となり、日本でも喜ばしいニュースとして取り上げられたのでした。そんな若くして才能を開花させた後藤みどりさんですが、14歳の時にある大きなハプニングに見舞われることとなります。それは多くの人々が集まるタングルウッド音楽祭でボストン交響楽団と共演し、指揮者であるレナード・バーンスタインが作曲したセレナードの第5楽章の演奏中に、彼女のバイオリンの弦が二度も切れてしまったというものです。しかし教科書に掲載されるほどの伝説となったのは、ハプニングが起きた直後の彼らの対応でした。弦が切れてしまったにもかかわらず、諦めることなく残された弦で即座にカバーした後藤さん。オーケストラたちでカバーするように適切な指示を送った指揮者のレナード・バーンスタイン。彼らのチームワークと結束力、真のプロだからこそ補うことができた対応力が大きな感動を呼び、会場を沸かせたのでした。それでは実際の映像を一緒に見ていきましょう。即座に第一バイオリンの人とバイオリンを交換して、で演奏を続けられたけどまた切れちゃった。はい、thank you。
今度は第二バイオリンの人と交換して、もう見事に演奏を続けられたというのはもう世界的に有名で、みどりさんの元気りっていう。弾き慣れている自身のバイオリンの弦が切れてしまい、急遽初めて手にするバイオリンを奏でることとなった後藤みどりさん。スケールの違う楽器を巧みに使いこなし、迫力のある圧巻の演奏で観客たちの心を見事に掴んだのでした。演奏中に弦が切れてしまうということは決して珍しい出来事ではないそうですが、14歳という若き少女が演奏を止めることなく最後まで成し遂げたことは、多くの人々に感動と勇気を与えたのでした。このコンサートが行われた翌日のニューヨークタイムズ紙には、14歳の少女、3艇のバイオリンでタングルウッドを征服という見出しが一面のトップを飾ったのです。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。